心はウェスタロス。心はウェスタロスではドラマゲームオブスローンズについて好き勝手に話していきます。 YouTube とポッドキャストで同じ内容を配信しています。お送りするのは私キャミーとケンです。お願いします。お願いします、はい、ということで今日はですねシーズン3エピソード2、放題の方は三つ目のカラスということで、現代の方は Dark Wings, Dark Words、まあ、つまり、黒い翼は黒い知らせを持ってくる、みたいな感じですよね、はいはい、ということでね早速、初めのシーンへ入っていきたいと思います、はい、ウィンターフェル城を離れ壁へ向かっているブランたちですね。冒頭では、いつものように、まあ、ブランの夢の中かなと思われるシーンからスタートしていきます、弓の練習に励むブランをですね、今は遠く離れてしまっている兄ロブ、そして腹違いの兄ジョンが見守っていました。で足が不自由となってしまったはずのブランがね、駆け足で追いながら狙っていたのはこれまでも何回も、彼の夢の中に出てきていた3つの目を持つカラスでしたよね、はい、でブランはカラスをめがけて弓を引くわけなんですけれども、物音がしたので振り返ってみるとそこには見知らぬ少年が立っていました、でこの謎の少年はカラスは君自身だから殺せないよというふうにブランに言います。なんだと、そうするとですねブランは叫び声を上げて目覚めるわけなんですけれども、ホーダリコンはブランを気にかけているんですがオシャはね三つ目のカラスの話をする、ブランをね遮るように、早く壁へ行こうというふうにみんなをせかし始めていました。なんかオシャは3つ目のカラスのことをなんとなくね知っているような感じするんですけれども言うのを避けているような感じですよねいつも。どうなんですかね知ってんのかな。まあでも知ってたとしてもあんまり信じたくないみたいな。もしくは何かを恐れているのかなという感じはしますよね、はい。でまあ、ここではそのロブとねジョンが久しぶりにブランと一緒にいる姿を見れたのですごくねなんかグッとくるシーンでもあったんですけど、結局これは夢の中ということで、ね撮影では久しぶりにね一緒になったのかなっていう感じはしますけど、あのエダード・スタークのねネットの声が、ね、響いたのがすごく良かったですよね。撮影はあれ一緒じゃないんじゃない？え？あれ同じシーンあの CG でくっつけただけじゃない？え撮り直したんじゃないんですか？撮り直してないと思うよ。ロブとジョン？あれ同じシーンじゃないの？えでもジョンはもっと笑ってました。私マニアなんでわかります。あのブランが弓外したらもっと笑ってましたジョンは。あそうだったっけ、はい、シーズン1エピソード1ですよね。ちょっと見返したいな、はい、絶対に収録でよう久しぶりってなったと思いますよ。あ本当？はい、はい、まああのネットスタークはねあの天の声でしたけどあれ同じ声でしょ。あれ同じ声収録はしてないと思います。はい、はい、まあ、夢の中で会えてよかったねっていう感じでしたね。そして舞台はハレンホールにいる北部軍へ移っていきます、タリサとロブが、イチャイチャしていたらねなぜかルースボルトンが邪魔しに来るという流れが定着しつつありますが、今回も、ルースがロブの元へ2通の手紙を持ってきます。で普段ねこういう時は、いい知らせと悪い知らせというね流れだと思うんですけれども、今回はリバーランとウィンターフェルの2箇所から手紙が来てそれは両方とも悪い知らせでしたよね、放題は3つ目のカラスですけれども、現代は黒い翼は黒い知らせというまさにこの通りのことが起こってしまいました、はい、でまず1通目は、リバーランからの知らせですよね、その内容はキャトリンの父親であるフォスター・タリーが亡くなったという知らせでした。誰ですか？ロブのおじいちゃんですね。なるほど、出てきてないよね。はい出てきてないです、はい、そしてもう一通は、故郷であるウィンターフェル城からのものでした、黒金人によってウィンターフェル城は燃やされてしまい、弟たちブランとリコンはその廃墟からは見つからなかったというね、これは最も最悪な知らせかなというふうに思います。でこの知らせを送ってきたのはおそらく、ルース・ボルトンが派遣した彼の落とし子
ウィンターフェル城に行ってね、シオンを捕らえるためにボルトンが派遣するみたいなことを言ってましたよね、はい、ですがその落とし子がもう着いた時には時すでに遅し、もう焼け野原で息子たちはいなくなっていたということでした。でキャトリンはねシーズン1の序盤以来、ね、ブランに会えてないですよね。リコンには一応お別れの挨拶はしたんですけれども、ブランにお別れの挨拶、まあ、しているとは言いつつ彼は昏睡状態だったのできちんとしたお別れが言えてないまま、まあ、2人のね息子一体どうなったのかなということになってしまいました。でキャトリンはこのウィンターフェル陥落の原因を作ったシオン・グレイジョイですよね、そのシオンからの要求、まあ、手紙なんかがロブにはいつも送られてきてないということをさらに知って、まあ、取り乱してはいましたよね、うん、しかもシオンもいないということなのでもうどうしようもないという状況ですよね、うん、キャトリンはねシーズン2で一回ウィンターフェルに帰ろうとしたんですよね、うん、もう帰らせてみたいな言ってましたよね。そうだけどロブは、レンリーがいるストームゼンドに行ってくれと頼み込んで、うん、結局キャトリンはウィンターフェル行かずストームゼンド行ってしまったんで、うん、もうずっとブランとリコンに会ってないんですよね、はい、かわいそう、めちゃめちゃね辛いですよね。でロブはですね一旦ここハレンホールは、ルース・ボルトンに任せて僕たちはおじい様のいる、まあ、ホスター・タリーですよね、その葬儀に出るために一旦、タリーの実家であるリバーランですねに向かいましょうというふうに提案していました、うん、はい。次はですねウィンターフェルの陥落の原因を作ってしまったシオン・グレイジョイなんですけど、はい、彼はですね別の場所で目を覚ましてました、うん、エピソード1では登場してなかったですよね。そうですねシーズン2以来かな、はいはい、で目を覚ましたシオンは見知らぬ男たちに捕らえられていたようで、うん、拷問を受けてました、うん、まあ、X 字型の何十字架みたいな、はいはい、に縛られたシオンは指から皮膚を剥がされ、うん、足にネジみたいなやつを回されてたんですけど、まあ、かなりエグかったですよね。あれはかなりね痛々しいというかシオンはひどいことをしてきた人物ですけれども、うん、見ててねそこまでやる必要はないんじゃないかという思うようなかなりな拷問でしたね。あれはそうですか。え？僕はロブとホークも裏切ったから、うん、まあ当然の報いか。そうですか、まあ、思い知れって感じなんですけど怖っ。まあ、拷問してる男たちがね去った後ですね、うん、床掃除をする少年がこそこそとやってきて、はい、ヤーラの使いだと告げてました、うん、で少年はねその夜またシオンのために戻ってくると。あれね頭巾かぶせてますよねまたあれでも見る限りなんかうまく頭ブンブンしたら取れそうな感じでしたけどねあんなゆるゆるの布ね、うん、そうですね。そんな記録も残ってないんかな。残ってないしあれ取ったところであんまり状況変わんないから、あ取ったら逆にねネジ回されそうですね。そうですね、うん、はい、ちなみにねシオンがいるローンはですね新しい舞台なんですけど、はい、いろいろヒント隠されてるんですよ、うん、よく見るとまあよく見なくてもあなるほどねっていうのがありますよね、はいはい、そうですね、はい、でちなみにここすごいシオンやっぱり痛そうじゃないですか。あんなね指のね皮をあのね、ちぎられたりね、うん、なんか爪の間に針とか刺されて、うん、でこれちょっとすごい余談なんですけど私の友人でこのゲームオブスローンズを見てる子がなんか指とかすごいあの逆向け、うん、逆向けっていうのかな共通語でささくれ、うん、ささくれとかできた時にすごい痛いけどシオンのことを思い出したらなんか耐えれる気がするって言いながらどういうか比べる対象がよく分かんないけどシオンのあの報いを思い出したら私の逆向けなんて何にもないわみたいなことをよく言ってました。はい、はい、続きましてキングズランディング。結婚式の衣装合わせをするジョフリーはサーセイと新婦のマージェリンについて話し合ってました。あれ結婚式の衣装合わせだったんですか。違うの。いやなんかその後あの服着てたから違う服かな。あーそうか俺勝手に結婚式の衣装合わせなのかなと思ってたけど常日頃のルーティーンやと思ってましたあの普段着の、はい、あなるほどね。そうそうそう新しいスーツのそう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 寸法を測ってたの、ねうん、かなと思ってました。なるほど、うん、まあとりあえずねサーセイとマージェリーについて話し合ってました、うん、で
ちなみにね、どうやら花が綺麗らしいですね、ジョフリーは。フラワーね、はい、花なんてクソだみたいな感じですけど、まあ、サーセイはマージェリーの露出の方が気になってましたけど、胸の空きがね結構広めの服を着ていらっしゃるんでね。マージェリー布が少ないから、あ、そうですね、欠かす部分が、はい、ちょっと日本人には、ね、恥ずかしいなって思うようなチャレンジャーの服ですよね、あれは。はい、で、話を戻しましょう、はい、このシーン、まあ、要はですね、サーセイは遠回しにマージェリーは計算高い女よ、うん、っていうのと、ジョフリーあなたは彼女に操られてんだよ、うん、みたいなことを警告しようとしてたんですよ、うん、ただジョフリーは全く聞く耳を持たない、うん、みたいな感じで。でもサーセイは一応マージェリーとの結婚を反対してるわけではないんですよね。してはないでしょうね、まあ、政治的にそこはくっつかないといけないけど、女露出高いし、露出強やし、なんか計算高い、めぐつねめみたいな感じで思ってるのかな、息子に嫁いでもらうには、嫁がすには、うん、まあ、っていうのもあるし、単純にサーセイは自分のね息子のジョフリーが大好きだから、うーん、誰かのとこにくっついてしまうのが良くないっていうか、まあ、たとえマージェリーであろうと、うん、サンサであろうと、また別の女性であろうと、うん、そもそも結婚するっていうのはあんまり気に食わんのかなってちょっと勝手に思ってるんですけど、なるほどね、はい、違うかな、うん、姑のテストが結構厳しそうですね。じゃあそうですね。でもやっぱりジョフリーはね、シーズン3入ってから結構思春期な感じで、うん、もう自我が芽生え始めてるじゃないですか。そう、このシーンもね、なんかなんだったらうるせえなクソババアみたいな、なんか人生で一番話してきた話で一番退屈やわみたいなこと言ってましたよね。めっちゃかわいそうと思って。はい、でシーンが変わりまして、はい、今度はねサンサのところに入ります、うん、サンサはマージェリー・タイレルと、うん、その祖母のレディ・オレナ・タイレルの昼食に免れました、うん、もう道のど真ん中にね椅子置いて待ち構えてましたよね。そうですね、椅子側もびっくりでしょあれ。そうなんですよ、あれ僕ここでいいのみたいな感じでしたよね、絶対椅子。レディ・オレナはもうやりたい放題っていうか、もう何でもできる、はいはい、だから道の真ん中に椅子を置いても大丈夫なんですよ、うん、でちょっとねここでタイレル家の人物関係を整理したいと思うんですけど、うん、サンサをエスコートした男の人、うん、これはまあ分かると思うんですけど、ロラス・タイレルって言って、うん、マージェリーのお兄ちゃんですね、はい、バラの騎士ですね、はい、つまりレディ・オレナの孫、はい、レディ・オレナはばあちゃんね、はい、でその孫がロラスとマージェリー、うん、でこの話で出てくるんですけど、ロラスとマージェリーの父はいるんですよね、うんうん、ボンクラでしょ、うん、ボンクラってレディ・オレナが言ってたんですけど、そのボンクラの名前はメイス・タイレルって言って、はい、今後登場するんですが、うん、まだ出てません、はい、で、彼はですねレディ・オレナの息子ですね、うん、ちなみにレディ・オレナはね、さっき言ったボンクラとか、はい、結構メイスのことボロクソ言ってるんですけど、うん、なんか息子に対してあんまり期待してない感じかなっていう。そうですね、はい、なんなら一番マージェリーに期待してるのかな。あ、そう、レディ・オレナは孫たちは大好き。でも一応ロラスについても剣の腕は立つけど頭はちょっとねみたいな、うん、言ってた、言ってたので、うん、なんでしょうね、タイレル家ってその男性よりも女性の方が結構立ってるのかなという感じがしましたね。そうですね、はい、タイレル家の女性はみんなね強いし頭切れますよ、うん、はい、で話を戻しましょう、召使いたちがいなくなるとレディ・オレナはサンサにジョフリー王についての意見、まあ、要はですねマージェリーの良い夫になるかどうかを意見を求めてました、うん、でサンサはですね最初こそいつもの決まり文句で、うん、なんか裏話を話そうとしませんでした。だから習った言葉をそのまま言う、まあ、小鳥ってことですよね、はいはい、まあ、いい人ですよみたいな、うん、いい王様ですよみたいなこと言ってたんですが、まあ、レディ・オレナとマージェリーはもうちゃんと自由に話してよと言ったところ、うん、説得されたサンサはジョフリーの残虐さについてあれこれと話しちゃいましたと、うん、ジョフリーが自分に与えた恐怖を明かし彼は怪物だと告白、うん、レディ・オレナとマージェリーはそれを、まあ、一応聞きながら、まあ、結婚式は続行しますよとサンサに伝えました。なんかもう何を言ったら正解で何を言ったら間違いなのかね、うん、分からないシーンだから
サンサ頑張れと思いますけど、うん、まあ、別に結婚を破談するためにこれを聞いたんではなく、うん、きちんとジョフリーのね本性を知った上でどう結婚してどういう妻になってタイレルはどういう立場になるべきかというのを、タイレルの女性陣が、うん、まあね、計算高くことを運ぼうとしているという解釈でいいんですか？そうですね。物陰からラニスタ出てくるんちゃうかなって思いながらすごいヒヤヒヤ見てたんですけど、ここさどう思った？サンサの言っちゃった。いやでも言わんと思んないなとは思いました。話的に。いやでも言ったあかんやろうとは思いましたけど、うん、でもサンサ結構危険なことをしてる。だいぶ危険でしょ。だってね、まだ耐えれる気も信用していいかどうか分かんないし、うん、だって壁に耳あり障子に目ありの国ですから。そうですよね。まあ言っちゃったんですよ、うん、はい。初登場のレディオレナなんですけど、ここね短いシーンながらもすごい風格というか、まあ、存在感を出してましたよね、うん、もうこの人ね超名物キャラで。そうですね。多分ゲイソロ見てる人でレディオレナ嫌いな人って一人もいないはずなんですよ、うん、やっぱりその理由の一つにサーセイを食わせにかかってるっていうぐらいの大物ってのもあるんじゃないですかね、うん、そうですね、うん、あとまあセリフとかが面白いし、うん、入れる家のおならはバラの香りみたいなあの吹き替え見てください。めっちゃぴったりなんですよ。あ、そうなの。吹き替えちょっと見たことないんですけど、はい、なんかねそうセリフが全部面白いんですよね。しかも結構その自虐ネタが多いじゃないですか、うん、自虐の中にもその嫌味も入ってて、うん、そだからそのサンサも何が本当に正解なのこのおばあちゃんに対する答えがみたいな、うん、あんなおばあちゃん来たら私多分口つむんじゃうと思う。なんか口喋れないと思う、うん、まあそうなんですよ、うん、まあ要注目キャラですね、うん、はい。あとねこれどうでもいいかもしれないんですけど、うん、サンサはねどうやらレモンケーキが好きなんでしたね、はい、ちなみにレモンはね温かいところでしか取れないじゃん。あ、そうなんですね。シチリアみたいなみたいな感じだと思ってたんですけどあの寒冷地の北部は、はいはいはい、まあ、寒いから取れないんですよ。へー。だから北部人にとってレモンとかレモンケーキはすごい貴重な食べ物。なるほど。はい。じゃあだからサンサが好きなんだ。はい。そして舞台はリバーランドにいる北部軍へ移っていきます。リバーラン城への道中リカード・カー・スタークは、ロブに向かってですね戦争の途中に、葬式などに出ている場合ではないでしょうみたいなね、まあ、何遠足してんねんみたいなことを言っていましたよね、はい。まあ、正直に言うけどもうこの戦争はあの女タリサと結婚した時に負けてんねんでっていう風に言ってましたけど、うん、厳しいな。いやでもやっぱそうやんなって思いませんでした？いや思いましたよ。絶対みんなそう思ってたよねって感じのことをしっかりとこのリカードがロブ王に向かって言ったというシーンだったなという風に見てましたが、まあ、タリサとね結婚するって戦略的に見て何にもいい価値ないはずなんですよ。そうですよね。何の、まあ、見返りというとすごい言い方悪いですけれども、まあ、今戦時中ですしね、うん、やっぱりそのフレイ家との結婚があっての全てみたいなとこもあったじゃないですか、はい、それをもうね放棄してまで何の後ろ盾もないタリサと、まあ、愛を選択したというロブ王にこういう痛烈な、まあ、意見を投げかけてましたが、これはもう北部全体の意見と言っても過言ではないぐらいね重い意見だったなというふうに思います、はい。でそんなタリサですよね、畳みかける訃報を、ね、受けていたキャトリーに対して慰めの言葉をかけようとするんですけれども、キャトリーはまあ姑パワー発揮という感じで、まあ、タリサには冷たい態度をとっていました、うん、でタリサは負けじと、まあ、キャトリーがね黙々とある作業を続けているのでそれを手伝いましょうかというふうに声かけするんですけれども、キャトリーは、まあ、これまでねこれは2回作ったことがあるけれどもこれは母親である私にしか作れないものなのよというふうに、まあ、その、助けをきっぱりと断っていました。でこれはね、見覚えのあるものだと思うんですけれども、まあ、子供たちのために母親が作る祈りの輪っかのような七神のねモチーフがある、祈りの何ですかねあれ祈りの輪祈りの輪、はい、うん、
なんか一個一個7つのポイントがあって、それぞれがその字簿とかね、原文とかがあるんですよね、はい、で1度目は、シーズン1の時、視聴者の方も見たと思うんですが、塔からね転落したブランのために作ったものでしたよね、うん、そして、まあ、2回作ったといったその1回目ですよね。それは、ずっと前に息子の一人が流行り病にかかった時だと。でメイスターが言うには、朝まで待てばきっとこの子は大丈夫、でも今夜は長い夜になるだろうと言われた。だからその子の咳やすすり泣きを聞きながら一晩中つきっきりで看病したというふうに言うわけなんですよね。で視聴者は、息子の一人誰だろうというふうに思って、まあ、ロブか離婚かなというふうに思うんですけれども、タリサがどの子ですかと聞くと、まあ、意外な答え、ジョン・スノーというふうにキャトリンは言っていました。でキャトリンはですね、まあ、ジョンに対して、まあ、シーズン1からすごくね冷たくて、憎しみのあるような視線を送っていたので、やっぱりすごい意外な過去でしたよねこれは、うん。でこの時に息子の一人と言っているねのもすごく胸に刺さるんですけれども、キャトリンはネットがね、戦時中というか戦争が終わってから、知らない女の茶色の目をしたジョンが、まあ、やってきて以来彼のことを、まあ、赤ん坊ではあったんですけれども、まあ、憎まずにはいられなかったと。であんな子供殺してくださいとまで思ってしまったていて、そうするとジョンは病にかかってしまったんですね。なのでキャトリンは無垢な子供にすごく恐ろしいことを願ってしまったと、自分をすごく責めてですね、そんな自分を改めようと、まあ、ジョンのね命を守ってくださいというふうに七神にね祈ったわけなんですよ。で助けてくださったならば、私は彼を愛しスタークの姓を名乗らせ母親になりますというふうに、まあ、誓ったんですよね。そして、まあ、その願いが届いたのか、ジョンは、まあ、生き残ったわけなんですけれども、話はそれでは終わらず、キャトリンはね結局その、神に誓った約束を守れなかった、まあ、守らなかったの方が近いのかな、うん、ですごくねそのことを悔いているんですけれども、だからこそこの後にね、あのスターク家に起きたいろんな災い、子供たちに起きた悲劇は、私がジョン・スノーを一人の息子として愛せなかった報いだと語っている。すごくふさわしい感情が見つからないというか、なんとね声かければいいかわからないようなシーンだと、うん、思いましたね、はい、ジョンもね悪くないし、うん、もちろんキャトリーも悪くないし、もうめっちゃ悲しいですよ、ね、そうですね。あと、まあ、さっきねキャミーも言ったんだけど、キャトリーがジョンのことを一人の息子って呼んでる、うん、まあ、息子と呼んでるのってすごい意外というか、そうですね、はい、まあ、一度は愛そうとはしたんだと、うん、まあ、それが本心なのかどうなのかわからないけれども、自分のその、まあ、罪を何でしょうね、罪と思ってたんだってのが辛いですよね。自分的にすごく負い目として感じてたんだと思うだけで、あ、キャトリンはキャトリンなりにすごい苦悩を抱えてたんだなというのがわかりますし、何ですかね、だからといってこのね今スターク家にいろんな災い起こってますけど、だからといって今後ねジョンを愛そうとする努力は決して多分できないだろうし、愛する日は、ね、決して来ないってこともきっと彼女は理解してるはずなんですよ。だから一生ねすごくキャトリンはそのね苦悩を抱えながら、うん、キャトリン・スターグとしていろんなものを背負ってるなっていうのが垣間見えるシーンでしたね、うん、そしてそのままね花瓶の向こうにいるジョンのシーンに移るのがなんかグッとくるんですけれども、大勢の野人たちを引き連れながら、マンスレーダーはねジョン・スノーに、こう語りかけます。90以上の異なる野人の種族を一つにまとめることができたのは
南に行かなければ皆死ぬというふうに、教えたからだというふうに言っていました。シーズン2エピソード1でね、クラスターの砦のシーン出てきたんですけれども、そこでクラスターは、マンスレーダーは今軍隊を作って南に進軍しているよというふうに、ナイツウォッチたちに言ってたんで、まあ、その通りに、マンスレーダーは動いているということが分かりましたよね。うん、南っていうのは壁かな。うーん、まあ南はどう考えても壁にぶち当たるんですよ。そういうことでしょうね。うん、でその後ジョンは動物の目を通して物事を見ることのできるウォーグ、狼潜りという能力について知ることになります。でもこのウォーグってのは具体的にはどういう感じなんですかね。うん、ちょっとねここではあんまり具体的な話はしないんですけど、うん、まあセリフでね、獣の目で見ることができると言ってたので、うん、おそらく、まあ、あのシーンだけ見ると、人間が、まあ、鷹でしたよね、うん、例えば鷹に入り込むみたいな。じゃあその私が頑張ってウォーグになったとして、うん、旭川動物園のパンダに入ったら観客が見えるってことですよね。うん、そう、逆に人を見ることが、そういうことですよね、はい、パンダ側に立てるってことですよね。はい、パンダいましたっけ。パンダいたっけな、旭川なの。パンダって上野動物園とかじゃないの。あ、そっか、うん、はい、はい、あとねこのねイグリットの表情がすごく印象的だったんですけど、ウォーグ知らへんのみたいな。あのうーん、グニューっていう顔、顎がね、そうそう、あの顎がグニューって突き出てるのがすごいすごいいい感じでうざかったんですけど。基本的にその何も知らんジョンスのをいじりたがるっていうね、イグリット姉さんなんで、はいはい、でこのウォーグをね使える野人オレルですかね、うん、で彼はその鷹の目ですよね、あの白目、真っ白でしたねあれ。そうですね、はい、で最初の人々のフィストで死んだカラスどもを見たというふうにマンスとかねイグリット、そしてトアマンドに告げていました。でウォーグの力を、まあ、半信半疑の眼差しでジョンは最初見てたと思うんですけれども、実際ナイツウォッチたちは、まあ、フィストにいたわけじゃないですか。だからえマジかみたいなね表情をちょっとしちゃってたのかなというふうに思いました。うん、で一方、フィストから、まあ、命からがらね戦い抜いたナイツウォッチたちのシーンに移っていきますが、なんかもうサムはあれはなすごいポテポテ歩いて、なんか地面にねへばりついて、もう行きたくないみたいなね感じになってましたけど、やってました。もうすごいダダをこねちゃってましたが、もうなんでしょうね、絶望してるのかなあれは。そうなんじゃないですか、もう生きる気力がないというか、一回ねグレンとねエッドにもね、はい、逃げられてね、僕のこと助けてくれんかった、もう無理みたいな感じってましたなってましたけど、そうするとね、総帥であるジオが何やってねみたいな感じ来るんですよね、うん、でジョンが、あ、ジョンちゃんはサムがねあまりにもなんかうんみたいなね、ふぐれつらなってたんで、うん、死ぬことを禁じるっていう新しい命令がね下されて、あのさらにはもうラストに対してもターリー死なせたら命で償えっていう、この芋づる方式の罰が下るっていうねシーンになっていましたが、はい、ゲンさんだったらどうですか。どうですかって何ゲンさんがナイツウォッチだったら誰だと思います、自分。いやでもサムの気持ちもわかるでしょ。うん、わかりますけど、だってあんなの見ちゃったんだよあんなの見ちゃったし、友達にね裏切られたわけじゃないけどね置いてかれちゃったからし、何のために生きてんだっていう感じでもあるし、うん、頑張って生きたところでねあんな奴らが襲ってくると思うと、はい、もう怖いっすわ。じゃあグレンぐらいですか。エッドかな。エッド、あ、エッドかな。ちょっと陰気な感じしますしね頑張ったら生きれるし、頑張って生きたとしてもまあ死ぬだろうみたいなこと言ってたね。まあでも中途半端なやつらが一番長生きするって言ってた、その感じですか。そうですね。続きましてまたブランのとこに戻ります、はい、ブランが目を覚ますとオシャと自分のダイアウルフがすごい険悪な雰囲気になってました、うん、するとブランの夢に出てきたあの少年が現れます、うん、少年はジョジェン・リードと名乗り、
彼はブランを探していたとのこと、うん、ちなみにジョジェンは姉のミイラ・リードと同行しているようでした。この少年ねすごい謎なんですけど、うん、まあパッと見てもねただものではなさそうな感じが伝わってきましたよね、はい、まあ彼はねブランの存在とか、まあ、ブランのダイヤウルフの名前とかも知ってたし、うん、もうダイヤウルフを簡単に手なずけられたよね、うん、はい、はい、そうだ間違いなければなんですけど、はい、ブランのダイヤウルフの名前まあサマンなんですけど、はいはいはい、ここで初めて出てくる、そうですね、ですよね、うん、はい、しかもね意外にもねサマーと口にしたのはブランじゃなくてジョジェンが最初だったんですよ、うん、サマーっていう名前はあれですか夏生まれだからみたいな、そうですね夏の坊ちゃんですもんね、夏の坊ちゃんだしブランがね、はい、まあ伏線回収会で話します。あそうでしたっけ、そんな理由ありました、まあ、もう一個の理由というか伏線があります。おお、はい、なるほど。でなんやかんやでブランらはジョジェン・リードとミイラ・リードと一緒に旅をすることになりました、うん、防具について学んだ後ブランは三つ目のカラスについて聞き、ジョジェンは一緒に見たじゃんと言ってました、うん、でその壁の向こうのジョンのシーンでもこのウォーグが出てきて、うん、ブランの周りでもこのウォーグがね、はい、出てきたので、あ本当にウォーグってあるんだという ね、 そうですね感じでもありますよね、はい、ジョジェン曰く三つ目のカラスはウォーグとは別の力、あなるほど、はい、で三つ目のカラスは過去や未来あるいは現在の別の場所を見ることができると言ってました。だから昨日の上野動物園の観客も見れるし今の観客も見るし、上野動物園するとウォーグと繋がっちゃうからさごちゃごちゃ、あそかそか三つ目のあ上野動物園にいる三つ目のカラスに入ったらってこと、うん、えあそえそう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 じゃないから、うん、なに一旦ちょっと上野動物園の話は忘れましょう、はい、うん、だから三つ目のカラスは一つの能力、はい、それと別の能力でウォーグっていう能力がある、うん、で三つ目のカラスは過去や現在とか未来とかを見ること、うん、だからもっとね深い意味だって言ってましたよね、はい、でウォーグっていうのはその潜ることができるってことですね。でブランはジョジェンにもどうやらこの三つ目のカラスっぽい能力があることを知りますね、うん、ここで、というのもですねジョジェンはブランと同じように父親のネット・スタークの処刑の夢を見た、うん、と言ってましたよね、うん、はい、だから多分ですけどジョジェンにもそういうねあの別の場所を見ることができる能力があると、うん、らしいです。この後ですねそれぞれの父親とロバートの反乱の話になるんですけど、うんうん、まあ、ちょっと簡単に整理しますとジョジェンはネッド・スタークの処刑を夢で見ました、うん、でそれを自分の父親のハウランド・リードっていう人がいるんですけどハウランド・リードに伝えました、うん、でそれを聞いたハウランドは泣いちゃったという、うん、スタークの、ね、死を思って、はいはい、ということはですねネッドとハウランドはかなり親密な関係にあるということが、うん、まあ、想像つくと思うんですけど、はい、まあ、それはその通りで2人は友人でありロバートの反乱で共に戦った仲でもあったんですよね、うん、リード家っていうのはだから北部の家ということでいいんですか、はい、そうですね、うん、あちなみにリード家はですね、沼地ってっていう北部とリバーランドのちょうど間のところにある、うん、沼地っていう、まあ、地帯があるんですけど、はいはい、地帯じゃないかなんていうか地域があるんですけど、うん、そこにあるグレーボーターウォッチっていうお城がありましてそこの城主ですねリード家、うん、でそのトップにいるのがハウランドリード、うん、その息子たちその子供たちがジョジェンとミイラね、なんか結構原作だとなんでしょう緑のね衣装で、うん、すごい湿ったというか何でも食べるみたいな、そうそう変わった、ね、家の人たちみたいな扱いはされてましたよね、はい、あの彼らはですね差別受けてます。あなるほど、はい、あの北部人から差別受けてるっていうより、まあ、そういうねなんかちょっと
うん、言葉悪いですけどちょっと気持ち悪いみたいな感じで、ああまあ風変わりな一族みたいな感じなんでしょう ね。ただスターク家とかそういうのは別に直接ね攻撃を加えたりすることはせず、何、うん、だったらネットとハーランドはすごい仲良かった、うん、そうですね、はい、でリード家の紋章なんですけど、はいはい、灰がかった緑の地色に黒い獅子トカゲ、なんか何でしょう、イメージ的に両生類っぽい、うん、なんか家なのかなというふうに感じて、うん、そのやっぱりその周りからちょっと変わってるよねあいつらって言われてるけれども、リード系の人たちからしたらすごく何でしょうね、まあ、このドラマのシーンでもそうでしたけど、自分たちの暮らしとか生き方とか、まあ、価値観にすごく何ですかね、誇りを持ってるような家の人たちなのかなというふうに感じました、はい、周りが何と言うと僕たちはこんなんだからみたいな、そうですね、うん、すごい自信を持ってね自分たちの、ね、生き方を誇りに思ってる感じの一族ですよね、うん、最後ねちょっと言いたいんですけど、はい、このシーンでねブランはねこう言うんですよ、ハウランド公がロバートの反乱の際に父の命を救ったことを聞いている、うん、ってこと言ってたんですけど、これは本当にあった出来事で、はいはいはい、まあ、ちょっとおいおいね話していきます、うん、だから実際にハウランドとネッドは仲が良くって、ロバートの反乱でも共に助け合って命を、まあ、生き延びてきたという関係性だったからこそ、ジョジェンが見たネッド・スタークの処刑の夢の話を聞いて、まあ、彼は涙を流したということだったんでしょうね、うん、はい、そして舞台はリバーランドにいるアリアたちのシーンへ移っていきます。でハレンホールから逃げ出したアリア、ジェンドリー、ホットパイはどうやらリバーランに向かっているようでしたよね、うん、でその理由は、まあ、リバーランにはアリアの祖父であるあのホスタータリー、まさしくすごくタイムリーだなというふうにも思ったんですけれども、偶然にもねそのロブとかねキャトリンたちが向かっていこうとしている土地と同じところにアリアも向かっていこうとしているということで、なんでしょうね、見ててよっしゃそのまま進めアリアっていうふうに思いませんでした？思いました、ね、このまま行けば兄とね母親に会えるじゃんという感じ で、ナイス選択というふうに思ったところ、まあミアのソロスという人物が率いる一団に、見つかってしまうことになってしまいます。でこのミアのソロスですけど、まあ、シーズン1からね名前は出ていたんですが、ここで初登場する新キャラクターです。で、まあ、詳しいことはおいおい話すんですけれども、彼は昔キングズランディングに住んでいて、まあ、ロバート王の友人でもあって、まあ、戦でそれなりに活躍したそこそこの有名人ということですね、はい、でちなみにミアというのは、まあ、エッソス大陸のある地名のことなので、ミアにいるソロス、ミアから来たソロスみたいな感じですね。でその一段、まあ、ミアがですね、ミアちゃんソロスがですねあのラニスターの、まあ、テーマソングといいますか、あのキャスタミアの雨を歌ってたので、まあ、一瞬ドキッとしてしまうんですけど、まあ、まさかラニスターの一員がここに来てしまったんじゃないかというね、アリアも思ったと思うんですが、むしろ立場としては逆で、一段はマウンテンやその手下が探していたあの噂の旗印なき兄弟団はブラザーフッドだったということでした。はい、でマウンテンとかねラニスター軍はこの得体の知れないブラザーフッドからまあいろいろ襲撃されていたということなので、まあ、ハレンホールでねあのネズミをバケツに入れてね民を拷問したりして、そのブラザーフッドの正体とか居場所を探っていましたよね、はい、でこのアリアたち3人は、まあこの一団と鉢合わせてしまうんですけれども、ここで彼らとやり合うのは、まあ、得策じゃないし、まあ、決して叶う敵ではないと判断して、まあ、素直にですねこの旗印なき兄弟団であるブラザーフッドたちに連れて行かれることになってしまいます。はい、なんかここさ、うん、ホットパイがさあいつら金持ってるかも襲ってみよう縛り上げて飯代を奪うんだみたいなこと言ってましたけど、うん、はい、ホットパイ あれ将棋でしたか、まあ、基本的にご飯中止の生活をしているしやっぱり口だけ大名なところがあるのでね、ホットパイはホットパイは勝とうとしてたんですかね、うん、そうですね、はい、まあ自分は戦わずにって感じだったんじゃないですか。アリアとジェンドリが、はい、やってもらおうぜみたいな。なるほどね、うん、はい、
しかもあのね、あの案外ですかね、あの弓係の、はいはい、あの人がもうちょっとで頭に落ちてくるからそろそろ避けた方がいいぞみたいなあれめっちゃ可愛くなかったですか、ピョンってあれもなんかポッポッポーみたいな感じで移動してねプチ反復横跳びみたいなね、ホットパイも可愛かったですよね。危なかったですけど、はい、もうホットパイだけは死んでほしくないと思いながら見てたんで、はい、よかった避けれてと思いながらね、そうですね、はい、見てました。あだとね、ジェンドリーがここで言うんですけど、はい、アリアに対してね、うん、名前さえ言えばジャケンは誰だって殺せたんだろうみたいな、うん、なんでジョフリーとかタイウィンにあげなかったの、うん、そしたら戦争を終わらせたのにって言ってたんですけど、本当その通りですよいやほん、うん、どうでもいいやつを殺してきた、ティクちゃんとエミッちゃんティクちゃんとエミッちゃったからね、うん、ティクってエミってね、最後ね衛兵を殺すっていう選択を取ったんですけど、私もそう思ってたんですけどね、原作の方には、うん、なんかそう自分はスターク家の一員だからラニスター家を殺さなくちゃいけない、いろんな殺すべきラニスター家がいるけれども、ここでジャクエンにタイウィンとかジョフリーを頼むのは間違ってると思うというふうに書いてたんですよ、うん、なぜならば彼らは、私が殺すべきだと、私自身がジャクエンではなく、うん、で今まで父が処刑人を処刑するときに最後彼の目を見て最後に言いたいことはないかをきっちり聞いてから彼を処刑するのが、まあ、処刑人の務めであるというふうに教わりながら育ってきたから、私もそうするべきだと思ったから若英には頼まなかったというふうに書いてたんですけど、うん、結局その最後ね、あのタイウィンが進軍し始めちゃうじゃないですか、ハネホールを離れて、はい、その瞬間にえ、なんで私タイウィンって頼まんかったんやろうってアリアも思ってたっていう風に書いてました、うん、アリア原作でもティクちゃんとエミちゃんじゃないけど、あ、そうですね、すごいどうでもいいキャラを殺させるから、うん、ちょっと後悔もしてます、そうですね、まさしく、まあでもゲームオブスローンズがシーズン3で終わらなくてよかったですよね、シーズン2かもしね、はい、タイウィンとジョフリーだったらもうシーズン2で終わってました、はいはい、で結局このアリア、ジェントリー、ホットパイの3人はですね、スキャンダラスなカフェ十字路ですよね、うん、で食事を取ることになります。でなんだかんだでアリアたちは、まあ、ソロスたち悪人ではないのかなと判断したのか、まあ、一緒に食卓を囲んで気を許している感じでしたよね。でミアのソロスも約束通り彼らを解放することにするんですけれども、食事を終えてアリアたち3人が立ち去ろうとしていた時、なんとあのブラックウォーターの戦いでですね、まあ、炎を恐れて、まあ、戦いを放棄したあの、ハウンドですよね、オートから姿を消していていたはずのハウンドが、兄弟団に捕らえられて、まあ、入ってくるというすごい鉢合わせでスキャンダラスなことがまたこの十字路で、ね、起こるわけなんですけれども、ハウンドは何してたんでしょうね、逃げてどっか行こうと思ってたのかな。そうですね、うん、どこなんでしょうね、うん、でそのアリアはうわハウンド来たと思ってやばと思ってその隙を見てね宿を出ようとするんですけれども、結局ハウンドはアリアに気づきその正体をバラしてしまいます、うん、でハウンドは、まあ、ウィンターフェルとかねキングズランディングでもちろんアリアに会ってるので、まあ、当然顔は知ってると。でソロスもウィンターフェルのビッチをここで何してんねんみたいな言われた時にえみたいなね感じでマジかみたいなね、こうやってスタークなの、そうそうそう感じでしたよね。でアリアはね一応ハレンホールでマウンテンにもう一応普通にね会ってて、マウンテンとまあ合ってるというかその馬上やり試合でそのスタークたちがいるとこに、まあ、マウンテンいたわけじゃないですか、うん、でちゃんとした面識はないかもしれないけど一応ね会ってはいますよね、アリア、うん、うん、けどそのマウンテンは、まあ、アリアとかもちろん顔覚えてないし、でリトルフィンガーとかにもねあのバレずに住んでて今まで耐えてたんですけど、ここに来てねついに、はっきり言われちゃいましたもんね、ウィンターフェルの小娘とここで何してんねやというふうに、はい、で気になるとこがブラザーフットって結局目的はあれは何なんですか。いい言い方を言うと世直し人みたいな感じ、うーん、誰にも属さないただ
世の中を良くしていこうとする軍団。そうですね、属してはないですね。ただ、今のところの目的はラニスター軍を潰すみたいな。なるほど。まあ、ラニスター軍は今いるリバーランドの地域を荒らしまくってるんで、そのリバーランドの人たちを助けるためにラニスター軍を追っ払ってると。かといって別にスターク側についたりもしないし、スタニス側についたりもしないし、あくまでも旗印はありませんよという軍団。はい、でもこのね、少女の正体がアリア・スタークだと判明したわけなので、このブラザーフッドがね、今後どういうねベクトルをね変えていくのかわからないですよね。そうですね、まあ、アリア・スタークちゃんはすごく重要な人物で、まあ人質としても使えますよね。はい、あのどっちに売ろうとね、すごいお金が入ってくる。そうですね、はい、あとね、この食事を終えて帰るところなんですけど、ホットパイの行動見ました？またあの食事中心の生活してたでしょ。皆さん、あのもう一回見てください。ホットパイって右手にねパンを持ってるんですよ、はい、で3人がね立ち上がってもう帰ろうかみたいになった時に、右手にパン持ってるのにまた追加で同じ手で、ね、この新しいパンをね、はい、最後ね取って帰ろうとしてるんですよ。もう一個の手には剣持ってましたからね、はい、片手で2個のパンを持つという荒技をね。はい、なんかもうシーズン1から比べてかなりね体も大きくなってドラゴンバリに成長してましたけど、あいつドラゴンなんだ。もうあいつがおるせいでこの国飢えてんちゃうみたいなのいじられてました。そうですね。続きまして、キングズランディング、ティリオンの部屋に行きます。ティリオンが自室に戻るとシェイが待ってました、シェイの声を聞いたティリオンは驚きますが、まあ、この時ねすごいびっくり感の演技がすごくて、なんか目がぐわって開く感じが、まあ、本当演技うまいなっていう。ほんまにびっくりしてましたね、はい、マイライオンの子に。ちょっとシェイうざいんですけど、まあ、そんなテリオンは気をつけるように、まあ、懇願するんですよ、が、まあ、シェイを全く怖がってない様子でした、テリオンはなんでこんなに警戒してるかっていう話なんですが、まあ、単純に弱みを握られたくないっていうのもあると思うんですけど、シェイが父親のタイムに見つかったら殺される可能性すらもあるので、はい、すごいビビってるんですよ、前回のエピソードでもあのタイムと話してる時に、次お前の部屋で娼婦を見つけたらそいつを吊るすぞみたいな、タイミング脅してたんで、まあ、結構ねあの人本気だと思うんですよ。そうですね、はい、でそもそもシェイがなんでティリオンの部屋にやってきたかっていうと、リトルフィンガーがサンサに興味を示してるよっていう警告ですね、それに対するティリオンは、サンサは、まあ、ジョフリーの婚約者で亡くなったし、まあ、美しいから、まあ、大勢の男がね求婚してくるだろうみたいな言うてました、はい、けどまあ本当のところシェイはイチャイチャしたかったのかな、ですかね。まあでも一応その秘密裏にそのなんですかね、サンサの次女として使えるだけじゃなく、その裏のね情報をティリオンにちゃんと回すっていう仕事も一応してて偉いなっていう感じしましたけど、はい、マイライオンはちょっとね。そうですね、あれは何ですか、私の獅子殿のあだ名ですか。そうですね、うん、ダーリンのラニスターにしか使えないやつ、なるほどな、はい、そしてシーンは変わりまして、今度はジョフリーの部屋になるんですけど、はい、狩りに出かける準備をしていたジョフリーは、マージェリーを自室に招きました、ジョフリーはマージェリーと亡き夫のレンリー・バラシオンとの関係を探ろうとしてたんですけど、まあ、特に床入りを済ませたのかが気になってるようでした、はいはいはい、おそらく、まあ、これは結婚式の衣装合わせをしてた時に、まあ、サーセイに言われてちょっと気になり始めたのかな。 あんなつまらん話ってねボロクされてたのにちょっと気になってたんやのかなと思ったんですけど、どうなんですかね、マージェリーはですね、レンリーが女性に興味がないように見えたと丁寧に説明してましたが、ジョフリーはレンリーの
まあ、妙な趣味と言ってたんですけど、はい、その妙な趣味、つまりゲイであることは知っていて、やつのような趣味を資材にしようと考えていた、はい、と言ってました、うん、それを聞いたマージェリーはですね、賛同するもジョフリーの新しいクロスボウに興味を示し始めて、うん、それを使って何かを殺すのを見たいと言ってたんですけど、ここねすごくね注目ポイントでして、はい、まあ、さすがマージェリーって感じなんですけど、うん、まあ、彼女の計算高さとか頭のキレの良さが出てたシーンだと思うんですよね、うん、やっぱりそのジョフリーがクロスボウを持ってるってすごい視聴者からしたら結構トラウマなシーンというか、うん、そのサンサをね狙って、まあ、上半身を丸裸に仕掛けたりだとか、あとはあのジョフリーの寝室がまたこの、 あの何ですかね、トラウマ部屋というか、うん、あのロスとそのもう一人の娼婦をティリオンがね連れてきたけれども、その二人をまあいじめたりとか、うん、ここにマージェリー来ちゃったらあのマージェリーでさえちょっとやばいんじゃないのっていう風に危機感を覚えるんですけども、さすがマージェリーという感じですよね、うん、あのクロスボウってジョフリーにとったらなんかメガネみたいな感じでメガネは顔の一部ですって言うじゃないですか。もうクロスボウもジョフリーのね一部みたいにもうセットみたいになってるからこそ、あの恐怖シーンがね見ててすごい煽られるんですけれども、そんなジョフリーでさえ手玉に取ってもううまいように転がしてしまうマージェリーという感じでしたね。はい、あのマージェリーはですね、ジョフリーがそのクロスボウ大好きだっていうことを知ってて、うん、あえてクロスボウの話をし始めたんですよ、うん、なんでマージェリーがあのタイミングでクロスボウに触れたか、うん、そして話題を変えたのか、うん、そういう話をしたいと思うんですけど、ジョフリーはですね、レンリー・バラシオンの妙な趣味、まあ、つまりゲイのことを資材にしようっていうふうに言い始めたじゃないですか、うん、でレンリーの趣味はつまりロラス・タイレルの趣味、うん、まあ、つまりゲイであるっていうことがロラスと関係してくるんですよ、はい、ね、あの二人はね愛人だったんで、はい、でジョフリーがゲイを資材にするとロラスも危なくなっちゃうので、うん、その話題をそらすために多分マージェリーにとってどうでもいいクロスボウちょっと興味あるんですけどみたいな感じで触り始めたり、ね、したんですよ。そうですよね。しかもその凶器であるクロスボウを持ってるジョフリーにその間合いを詰めるというか、なんならちょっとねその距離を縮めて、きっとそのジョフリーってまだね女性と関係がない童貞じゃないですか、うん、けれどもその彼にすごいパーソナルスペースに入っていって、しかもクロスボウを触りながらボディタッチもするっていうもうあれはもうね童貞からしたらもうあれは前儀でしょあれはもうそれは持ってかれますよね。そうですね、うん、それを分かってやってるマージェリー、そしてそのバッグにはあのオレナ・タイレルがついてるから、うん、もうそのタッグがねこのキングズランディングに来てしまったってのはラニスターはちょっとね身構えないといけないなというのが、ね、分かってきますよね。はい、あれはジョフリーフルボッキーですか、まあ、まあしてたでしょうね、うん、もう多分クロスボウの触ってる時点でボッキーしてるけどマージェリーがボディタッチしたからもうフルボッキーで、そうですね、もうかなり高揚してたと思いますよ、はい、うん、ちなみにあのジョフリーがクロスボウで射抜く、はい、あのイノシシの頭、はいはい、あれはロバート王に致命傷を負わせた同じイノシシ、そうなんだらしいです。へー、これね HBO のエピソードガイドっていうのに書いてあったんで、うん、ね、そのねイノシシの目にクサッて刺さった時のねマジェリーの喜びはもうあれはもう女優でしたねそうですね。そして最後舞台はリバーランドにいるブライエニーとジェイミーのシーンへ移っていきます。ブライエニーはですね捕虜になっているジェイミー・ラニスターをキングズランディングに連れていく旅を続けています、そして、まあ、ジェイミーは相変わらず、まあ、ブライエニーをね挑発し続けているという関係性が続いていてですね、まあ、ブライエニーがレンリー・バラシオンに、まあ、思いを寄せていたということを、まあ、感づいたわけなんですよねジェイミー。そして、まあ、全力で彼女をからかっていましたよね。であなたは彼にとってあまりにも男らしくなかったという風なすごく複雑ないやらしい、ね、うん、
ジョークなんですけれども、このね挑発に乗ることもなく、まあ、ブライエニーは任務を遂行していました。で、人目につかないようですね、大通りを避けて移動するわけなんですけれども、たまたま、まあ、その土地にいた農夫が彼らの前を横切ってしまうということでした。で、まあ、農夫はね、まあ王の道を避けているんかというふうに言って、まあ、でもどこにいても見つかるよと、ただ、まあ、誰かがあなたたちを見つけたとしても誰もあなたたちには挑まないだろうねみたいな、うん、そのレディーがかなり強そうに見えるからハッハッハッみたいな笑ってたんですけど、うん、それを聞いたブライエニー見ました、うん、見ました。めっちゃ可愛くなかったですかみたいなブライエニー初めて笑ったなと思いながら、その後ろでジェイミーも笑ってたからなんかすごい微笑ましかったんですけれども、結局ねこの農夫に見られたというのはある意味そのブライエニーとジェイミーにはすごくね危険なことで、なぜかというとその農夫が自分の存在、まあ、ジェイミーということですよね、キングスレイヤーということを気づいて誰かに密告するかもしれないというふうに、まあ、恐れてるわけなんですよね。なのでジェイミーは、まあ、念のためねさっきの農夫を殺した方がいいんじゃないかというふうに言うんですけれども、いやそんなことはないと、関係のない命を奪うのはブライエニーの騎士道精神にはきっと反することなんでしょうね、うん、そしてブライエニーとジェイミーが、まあ川を渡っていくか橋の上を渡っていくかという選択をして、結局、橋の上を歩くことになったんですけれども、ジェイミーはブライエニーの不意をついてですね、まあ、剣を一本腰から盗むと、うん、いうことでした。で結局、まあ、ブライエニーはジェイミーと対決をせざるを得ない状況になり、まあ、ジェイミーはねあの腕を2本ともつながれているので、まあ、結局ブライエニーに任されてしまう状況にはなるんですけれども、なんとその直後に、まあ、ボルトンの紋章を持つ騎兵隊に見つかってしまうと、うん、これはおそらくそのルース・ボルトンが派遣したというか、そのなんですかね、キャトリンが逃がしたわけなんで、ジェイミーを追ってというか、それをボルトンがね出してましたよね、はいはい、その騎兵隊に見つかってしまうという状況でした。結局ねその誰がこれを密告したかというと、先ほどの、まあ、農夫だったということで、まあ、このボルトンの部下らしき兵士かな出てくるんですけど、彼は、今回名前は出てこなかったけれども、ロックというはい、名前ですね、はい、ということでついにブライエニーは、まあ、一応ねキャトリンに仕えてるわけなので、ジェイミーを生きたままキングズランディングに、連れていくという旅、思わぬ危機に見舞われてしまうというところで、このエピソードは幕を閉じる感じでしたが、はい、はい、どうですかね。今回ねデナーリス、スタニス、タイミンとか商標議会のメンツ、確かに出番なかったですね、うん、やっぱその今回もいろんな場面場面が結構飛ぶエピソードで、キャラクターもすごく多くなってるので、ある程度ねまとめてギュッとお話ししたんですけど、忙しいエピソードだったにもかかわらず出てない人すらやっぱいたんだっていう、さらに複雑化ねしてきてますよね、シーズン3に入って。そうですね、今回はオレナ・タイレル、うん、ジョジェンとミイラ、うん、ミアノ・ソロスとかロックとか、またね登場人物めっちゃ増えて、そうですね、はいはい、かなり複雑な群像劇化になってますけれども、やっぱりそのスターク家がどんどん不幸に見舞われているのを見るのは辛いですよね。本当に黒い知らせが続々と届いている感じなので、うん、ね、サンサとかアリアには頑張って生き延びてほしいなという感じなんですけど、うん、サンサといえばね、マージェリーって一応元婚約者を、まあ、奪ったという言い方は違うかもしれないですけど、まあ、そういう関係性じゃないですか。だからそのサンサとマージェリーって一見気まずい女関係になるのかなというふうにもう思いながら見てたんですけど、そんなことはまあもちろん全然なく、すごくマージェリーってやっぱり、まあ、計算高さの上にある優しさ、優しいお姉さんという感じで、うん、まあ、それが逆に怖い部分でもあるんですけれども、なんかやっぱその勘の良さとか、計算高さというか、今私はこうするべきだというのをすごく分かってて、
まあ、その素質っていうのはやっぱりその祖母であるオレナ譲りなのかなという感じですよね。そうですね、うん、ということで、まあ、今回はデナーリス出てきませんでしたが、まあ、彼女も新しい境地に立ってるキャラクターの一人なので、まあ、次のエピソードに期待かなというところですね、はい。でまあ、ブランは何でしょうね、やっと話の通じる友達ができたっていう感じで、結構何でしょうね、その夢のことについても狼のね夢に入れるとかね、そういう三つ目のカラスの夢のことを話しても結構いやいやそんなことはただの夢の一つやろみたいなことでメスターに言われてたりとか、なかなか自分の能力を信じてもらえなかったりとか、自分でもいやただの夢かなというふうに思ってたりしてきたわけなんですけど、こういうふうにジョジェンっていうね話の通じる、むしろ自分と同じ能力を持ってるかもしれない少年と出会うことですごく生き生き、ね、話してるブランでしたよね、はい。うん、なのでこのウォーグという新しい能力と、そしてね引き続き3つ目のカラス、これはまだまだ謎残ってますので、これには注目ですなという感じでつなげていきたいと思います、はい。それではまた次回、バラーモルクリス。